どうも、めっちゃめっちゃめっちゃです。はい、ということで、今日もやっていくんですけどね、今日はね、上層学院についてね、いろいろ話していこうかなということで、もうこれはね、あの、明秀日立がね、出てきて、土浦日大が出てきて、この茨城県の影響がね、どうなるのかってね、ちょうどね、なっとった時に、これ復活してきましたよね、これ上層学院。ほんでね、この上層がね、復活することによってね、どうなるのかっていう話とね、 他のね、えー、明秀日立がね、急激にね、ちょっとね、あの、弱くなってるんですよ。ほんでね、不祥事とかも起こしてるんで、ちょっとね、茨城県の野球ね、今後ね、どうなるのかって話をね、ちょっとしていこうかなということで、えー、まずね、えー、ほんまに、ま去年ぐらいのね、僕が名秀日立やばいですっていうね、えー、動画をね、見てもらったら分かると思うんですけど、まあ、1年前とかね、2年前に予想したことがね、実際こうなってるんで、まあ、さすが いいうのをねままず一言でお願いします <laughs>、まあ、それは置いといて、えー、なぜね、えー、名手たちがね、まずね、弱くなったかっていうと、えー、まあ、これのね、明らかな原因としては、えー、まよ、あ、そにね、他の強いチームがね、出てきすぎたってところがね、えー、問題ですね、この茨城県、えー、例えば土浦日大とか、えー、霞ヶ浦とかが、あのレベル上がりすぎたんですよ。ほんで名人たちは あのー、アベレージでね、えー、選手を集めることができないんですよ。えー、じゃあ、例えば、あの大阪桐蔭とかって毎年毎年ね、強いチームじゃないですか。で、手秀日立はなく、どちらかというと、ほんまに3年前のね、平動画でもね、話してると思うんですけど、あのー、修学館とね、えー、似たような感じかなと思ってるんですよ。で、それはどういうことかっていうと、えー、その集中した兵、ね、隊だけめちゃくちゃ強いみたいな。 だからあの石川ケニー君とかおる時は爆発的に強かったんですけどそこからのね停滞か選手集めがねものすごいうまくいってないっていうのがねまず1個でほんでね明治たちねこの秋のね結果で言うと2回戦でねまあ相手は霞ヶ浦ですけど7対0で負けてますから前だからほんまにやっぱりちょっと。 本当に圧倒的にもう弱くなってんなと7対0なんて本まのストレート負けですからね、えー、しかもこの秋の大会ってね、えー、選抜もね、えー、かかってる大事な大会でそうですからあの結構ねあのー、僕の中では本当に名秀たちもやばいなっていうのがね、えー、もう改めてわかるなっていう話をしとった時に、えー、昨日ね不祥事、えー、昨日じゃないですけどね、えー、不祥事が起きたんですよね、えー、ほんでねそれは何年ねんっていうとねあのー 高ほんならその低反発バットをあのもうなんかリサイクルショップかなんかでもう売りさばいてるんですってほんでそれでお金をもらってるっていうねもうほぼプッシャーみたいなねあのまあでもねこれはね正直な話ねあの高校球児でお金なくてほんでお金ちょっともらって小銭稼いでなんかいろいろしたいみたいなね、えー、この悪知恵がね働く時に やっぱりね、こういうことをね、してしまうのはね、まあ、しかないとは言われないですけど、まあ、こういうこともね,ね、するのを見越してね、やっぱりそのバットをね、取れない位置とかにね、置いとくべきですよね。えだから僕たちの時もありました、あの、シュアプレイっていうね、バットが、あの、寮に置いてあって、皿ね、さらってあの新品、新品が置いてあって、ほんでね、それをねえ、メルカリとかでね、売ってるやつとかもいたんで、だからまあ、 まあその完璧にないことは言えないんですけど、あのー、僕が言いたいのはやっぱりねそういうことがばれてしまったりそういうのがねばれ、えー、るような、ね、ところにね、えー、置いてるね、えーまあ、監督とかもね悪いと思いますしで、まあ、それでね、えー、実際に、ね、これでまたね、えー、評判とかねものすごい悪くなるんで、えー、だからね、えー、そういうねあのー、窃盗とか一個で、えー、その盗んだね生徒がね もう絶対メンバーとかでも入れてもらえないと思うんで、そのちょっとしたね1万、2万でね人生をボールに振るなんて、もうもったいないんで、もうこれが2000万とかね1億入ってね人生棒に振りましたやったら、まだね分かるんですけど、こんなに1万、2万でねねこんなに高校のね高校野球の親戚に、もう俺頑張ってくるわって言ったのに、バットを打ってねメンバー入られなかったって言ったらね。 えー、もう家族も興ざめやと思うんで、あのそういうのは、ねえー、なくしてほしいなと。だから、ね、名刺日立は今後、ほんまに今以上に、ね、もっと弱くなるのかなって思います。えー、ほんでね、えー、なぜね、上層学院が、ねえーこうね、復活してきたのか、えーまあ、その戦績でいうとね、茨城県大会では、えーまあ、これは、ねえー、茨城県大会優勝してるのかな、茨城県大会優勝しとって。 でもね、そんなね強いチームとは茨城県で当たってないんですよね。だから、こう霞ヶ浦とかあの土浦日大とか、あの辺がね潰し合いしてくれて、ものすごいこうね苦人的には良かったんですけど、えーまあ、関東大会でね、えー、仙台松戸に9対2、花咲、えー、徳丸に10対5、で作新に7対2っていうので、えーまあ、あの作新学院といえ,ば、ね、あそういえばね、昨日なんかね、動画で、えー、関東一高が、ね、優勝したとかね、もうちょっとね、ごっちゃなってて、ね、申し訳ないですよ。関東一高が 大阪桐蔭を倒したんですよね。えー、ほんでそのその関東1校大阪桐蔭を倒した関東1区をこの、ね、作新学院が倒したんですよ。まあこの作新学院に対して7対2っていうね、えー、まあ2点ね、あのー、結構いいピッチャーいたんですよ、あの作新学院に、えー、のピッチャーが取れてるっていうのはね、かなり、ね、評価高いんですけど、まあ、この上総学院ね、評価で言ったらね、意外とね、そんなにね、えー、選抜の評価で言ったらね、そんなに高くないんですけど、あのー まあそれなりにね、えー、僕もバッて見たんですけど、ピッチャーがね意外といいんですよね。えー、この小林君っていうねエースの子が、えー、マックス147で右のオーバーハンドで、ほんでね、あのやっぱりね身長1 8八十6のほんまにこういいピッチャーの体型なんですよね。ほんでやっぱりこう、ね、変化球もしっかり切れてますし、やっぱりこうまっすぐが147ですけど、あのー、どちらかというとね、 何て言えばいいんかな、力感のない147なんであの、ほんまにね、えーふ、普通よりね、結構速く感じると思いますし、伸びしろがね、めちゃくちゃあると思うんですよ。えー、だから、その、綺麗な147っていうのは、どういうイメージかっていうと、あの徳山選手とか、ああいう感じの、ね、d、L、n n a の徳山選手とか、ああいう感じの力感のね、まっすぐを掘ってくるピッチャーですね。だからあの逆に言えばですけど あのまあ、低反発バットですけど、あの捉えられたときに、ね、打球が飛んでしまうんですよ。だから、こう、徳山選手とかも結構ね、ホームランとかも浴びとったんで、えだからね、それに、ね、近い印象かなと。でも、147掘れますからあの、球の伸びとか、そういうのでいうとね、めちゃくちゃね、上位と。えでもね、それのね、まあ、一つの欠点で言えば、まあ、このね、147のまっすぐでも、やっぱりね、あの迫力のある147じゃないんで、 意外とねこれついてこれるんですよねバッター陣は。えー、じゃあこれねどういう例えの方がいいかなじゃああのー、それこそね徳山選手のまっすぐとあの垣、ー、木選手のまっすぐって同じね、えー、球速でも全盛期ですよ全盛期の同じねまっすぐでもやっぱりね 重さが違うじゃないですか。だから、柿木選手の方が一発とかはあんまり打たれないイメージあったじゃないですか。ほんで、それは何でやねんって言うとね、やっぱりこう球にね、えー、体重が乗ってたり、やっぱりちょっとどしっとしたね、まっすぐ惚れてるんですよ。それに比べて、徳山選手とかはパチッとかね、えー、スピンがかかってね、スパンっていうね、ボールなんで当たったらね、飛ぶんですよね。でだからねこういうい えー、ピッチャー、まあダルビッシュ選手もそうですね、球がちょっと軽いから、ああいうね、一発、今村選手とかも、えー、ちょっと球が軽いみたいな感じで言われるじゃないですか。だから、このね、球がね、軽いピッチャーのね、最悪の決定はね、えー、やっぱこう出会い頭でね、えー、一本ね、バンってね、ホームラン打たれたらね、えー、ちょっと、あのー、立て直しのつかないというか、なかなかね、えー、あ、ホームラン打たれた、がね、終盤とかにね、ポーンとかね、打たれてしまうんで、だからそういう意味では、 あのこの上層学園はなかなかね、えー、買っていくのはね、厳しいのかなと、でもね、やっぱり主なね、上層学院ね、えー、その前もね、めちゃくちゃいいピッチャーいましたから、あの何が言いたいかっていうと、ほんまにあのピッチャーのね、レベル、あのピッチャーの育成、ほんまにめちゃくちゃうまいなと、えー、ほんまにだから、北海道の高校行くか、あのプロになりたいピッチャーはね、北海道の高校行くか、ほんま、上層行くか。 小物いくかで、ね、いいでねと思いますもうピッチャーのね育成で言ったらね、この上層学院っていうのは、えー、その育ててる選手とかも、ね、結構いるんで、えー、去年のあおととしかな、の上層学院の投手陣なんか145超えが、ね、3人ぐらいいたんで、だからその3人もねもともとねいいピッチャーじゃなかったのをそのままね、期待上げてましたから。 だから、ね、更新出てないだけでね、目立ってなかっただけで、実際ね、そういう、ね、育成力とか、えー、ピッチャーのこう、ね、育成する力っていうのはね、結構全国でもね、だいぶ上の方やと思うんでね、えー、まあ、ピッチャーの人はね、ぜひ行ってみてください。はい、ということでね、えー、ちょっとね、登場はね、えー、選抜始まるまではね、こういう感じでね、選抜のことを話していきます。えー、まあ、城塚学院は、僕の中では C ランクということで、皆さんだけはぜひコメント欄に、それでは、疲れ。